こんにちは、バーチャル古典オタクのよろずしゅうはです。夏休みですね。ということで今回は暑い夏にぴったりな話題、怨霊のお話をしたいと思います。日本の歴史上、死後に怨霊として人々を呪ったと言われている人は何人もいます。その中でも特に影響の大きかった日本三大怨霊と呼ばれる3人をご紹介します。天神様の名前で知られる菅原道真、学問の神様として全国の天満宮に祀られていますね。京都の北野天満宮や福岡の太宰府天満宮が有名です。道真は5歳の時に和歌を読み、11歳の時に漢詩を読んだと言われています。その後も勉学に励み、33歳にして文書博士となります。政治家としても優秀で、宇多天皇から大変重宝されました。遣唐使の廃止を提言したのもこの道真です。頭も良くて出世もした道真だから神様として祀られて当然と思われるかもしれませんが、これだけが祀られた理由ではありません。宇多天皇が上位し、醍醐天皇の時代になります。醍醐天皇も初めは宇多天皇の言いつけを守り、道真を重用、右大臣に任じました。この時同じように醍醐天皇に重用されていた藤原時平は左大臣に。またこの時代、藤原氏による他氏排斥が進んでいました。そして藤原氏による摂関政治を望まない宇多天皇と時平との連携を望む醍醐天皇が対立してしまったのです。道真が娘婿を皇太子にして醍醐天皇を追い出そうとしているという噂が流れ、醍醐天皇は道真を太宰府に左遷してしまいました。これは冤罪だと言われています。その他にも宇多天皇の息のかかった人たちが病死したり失脚したり、醍醐天皇と時平は政治的勝利を収め、縁起の地と言われる政治を行いました。この一連の出来事を正体の変と言います。これで醍醐天皇の治世は安泰かと思いきや、事件はこの後に起きました。太宰府に左遷されてから2年後、道真はその地で亡くなります。道真の死から数年後、時平をはじめとした道真を都から追い出した側の人たちが次々に急死、ついには朝廷に雷が落ちて多くの命が犠牲になりました。朝廷の人たちは道真によるたたりだと恐れました。醍醐天皇は病気がちになり、やがて崩御。道真による恨みを鎮めるため京都に社を建てて道真を祀ったのです。それが今の北野天満宮です。今では天満宮は全国各地に建てられ、毎年多くの受験生たちが足を運んでいますね。平将門は平安時代中期の武将です。平将門の乱を起こした人物として教科書に載っていますね。将門は桓武天皇の血を引いている、いわゆる桓武平氏の子孫です。平氏は天皇の子孫であるにもかかわらず身分が低く、その理由は天皇の孫やひ孫の代で臣下に降りたからです。同じ親戚高家でも天皇の子供に与えられた源氏の姓を持つ一族とは立場が違ったんですね。将門はもともと先ほど出てきた道真を追い出した時平の弟、藤原の忠平に仕えていました。忠平は時平の死後、藤原氏のトップにいた人物です。ですが将門は官位の低さのせいで希望通りの職に就くことができず、父の死後、地元である関東へ帰りました。そこで所領や女性をめぐって親族との争いが勃発します。この争いの詳しい状況は省きますが、かつての主人である藤原忠平の力も借りつつ将門は勝ち続けました。平将門の乱の元凶は藤原春明という人物です。関東で問題を起こして国司と対立していた春明は将門に助けを求めます。そして将門は彼をかばったんです。将門は以前から民衆のことを考えずにやりたい放題の国司、さらには朝廷に対して大きな不満を抱いており、春明の件をきっかけに挙兵、なんと国司を追い出してしまったのです。そして関東を占領し、自ら親王と名乗りました。こうして関東の人々を味方につけた将門ですが、朝敵となってしまった彼は藤原の秀里と父親を将門に殺された恨みを持つ平の貞盛の連合軍によって討ち取られてしまいました。将門の死後、その首は京都の七条河原にさらされましたが、何ヶ月経っても目を見開いたままで、体を持ってこいと言い続けていたそうです。それを見た登録左近という歌人が和歌を読むと、将門の首は関東をめがけて高く飛んでいったというのです。その途中で力尽き地上に落下、その場所が現在の東京の大手町にある将門塚だと言われています。この将門塚は移転しようとすると必ず事故が起きるため、
ビルに囲まれたあの場所に今も残されているということです。興味を持たれた方はぜひ一度訪れてみてください。ストクインという呼び方の方が馴染みがあるかもしれませんね。百人首の有名な和歌、瀬尾早見岩にせかるる滝川の割れても末に合わんとぞ思うの作者です。ストク天皇は平安時代後期の天皇です。家系図を見ながらお話ししますね。この時代は院政の最盛期で、ストク天皇は幼くして即位し、その後鳥羽院の長妃美福門院の子近衛天皇擁立のために上位させられます。近衛天皇は若くして亡くなり、ストク院の弟後白河天皇が後を継ぎました。そして不満が溜まっていったストク院は保元の乱を起こしたのです。この乱はストク院と後白河天皇との戦いでしたが、皇位継承問題にとどまらず、摂関家の問題、さらには武士も巻き込むほどの大きなものとなってしまいます。ここで後白河天皇側にいた武士があの源の義朝や平の清盛なんです。ちなみにこの藤原忠通、百人首のこの和歌の作者で、この和歌はストクインの前で披露されたものなんです。いずれ敵になることを予感していたのかどうなのか気になるところです。さてこの保元の乱でストクインは敗北、讃岐に流されその場で崩御しました。晩年は相当不自由な生活を送っていたようです。割れても末に会わんとぞ思うと約束した相手とは最後まで会うことができなかったんですね。ストクインが亡くなった後も後白河院はストクインを罪人として扱いました。しかしその翌年、都では後白河院と近しい人々が次々と亡くなります。さらに安元の大火という北条記にも描かれる大火災が起きてしまうのです。この火災で都の3分の1が燃えてしまったと言われています。その翌年にも大火災が起き、これはストクインの怨霊によるものだとされました。たたりを恐れた後白河院はようやくストクインを元天皇として扱い供養することにしたんです。とはいえあまりにも被害が大きかったこと、後白河院の対応が遅かったことから、後の世になってもストクインは怨霊として語り継がれました。ちなみに明治の時代になって、明治天皇がストクインを祀るために建てた白峰神宮という神社があります。その場所に元から祀られていた神様にちなみ、今ではスポーツの守護神として人気の神社なんですよ。この3人が怨霊になった理由は、朝廷への恨みを抱えたまま亡くなったからではありません。彼らを都から追い出した人たちの中に、自分たちは彼に恨まれている、呪い殺されるかもしれないという恐怖心があったからです。その後ろめたい気持ちが怨霊という存在を生み出しました。たまたまそのタイミングで不幸な事故が多かったことで、より怨霊の存在にリアリティが増したんですね。僕個人の意見ですが、この3人はみんな思いやりのある優しい人だったと思うんですね。道真とストクインはそれぞれの読んだ和歌を見ると、怨霊とは結びつかない人物像が浮かんできます。正門は怨霊になりそうな気配もちょっとありますが、乱を起こした理由は苦しんでいた関東の人たちのためですよね。それが後ろめたい気持ちのある人たちによって怨霊とされてしまったのは、なんだか切ない気持ちになります。祟られるかもしれないと思ってしまうことのないような人生を歩みたいですね。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。